理算数理工学の10回目の授業を始めていきます。前回からですね、理算確率論って話をしてまして、今回はその2回目、発展版の話をします。それで、確率的理算システムの話としてはですね、いろんな話できるんですけども、今回扱っていく、この発展版として扱っていくのは、この確率的に定義されるグラフというものの話になります。これを、ランダムグラフと言ったりするんですけども、そのまず定義とですね、をまずしっかりと理解して、その性質をちょっと調べられるようになるというのが、はじめの、重要なポイントです。で、二つ目にあるのはですね、このランダムグラフの域値現象と、これ域値現象と呼びますけども、域値現象ですね、域値現象と呼びますけども、この相転移というふうにも言ったりしますね。そういうものがあるので、これが調べられるようになるってことも、目標です。で、相転移っていうのはですね、物質に対してよく、使う言葉ですね。これ後で、説明しますけども。で、そういう、その物質に対してですね、起きる現象っていうのが、こういうその確率的理算システム、理算とは限らず、確率的システムにおいてはですね、起こることがあるんですね。で、起きなかったり、起きたりするんですけども、今日はその起きる場合の話を、していって、で、そういうのがちゃんと、数学的に解析できるようになるということを目標とします。はい。じゃあ、それではですね、まずこのランダムグラフの定義と性質を見ていきましょう。ランダムグラフっていうのは、これは直感の話ですけども、これ定義だと思っていいですね。確率的に生成されるグラフです。で、次のいずれかを指します。確率的に生成されたそのグラフ一つのことを、ということもありますし、グラフの集合上の確率分布を指すこともあります。で、別に言うとすると、この上の方の確率的に生成された一つのグラフっていうのは、この下の確率分布における標本である、サンプルであるっていうふうに言えるわけですけども、この講義ではランダムグラフって言ったら、この確率分布の方であると、下の方である。ということの、標語として使うというふうにします。で、これはその、いろいろとですね、その書籍であったり、論文であったり、人によってどちらの立場で、このランダムグラフっていう言葉を使うのかってことが変わって、違う場合があるので、それは注意をしてください。で、ここの、今日のですね、講義で扱う、そのランダムグラフ、確率分布っていうのは、この最も古典的に有名な、このエルデシュとレニーのランダムグラフと、というものを扱っていきます。このエルデシュとレニーっていうのは、人名です。後でちょっと、写真もお見せします。で、実はですね、このエルデシュとレニーのランダムグラフといっても、二バージョンあったりするんですけども、ここではその一つのバージョンをお伝えします。で、どういうものかっていうと、この二つの、量、数値をですね、あらかじめ決めておきます。これあらかじめですね、あらかじめ決めておきます。で、それは何かっていうと、頂点数 n と、変確率 P と呼ばれているこの二つの、数値です。で、頂点数、こちらの方は、頂点数なので、なんて言えばいいんだろう、自然数、1以上の整数だと思ってください。で、P の方、これ確率と言ってるので、これは0以上1以下。0とか1であるとちょっと困ることがあるかもしれないので、一応、0よりも大きくって、1よりも小さいっていうのを持っていただけると、安全かなと思います。で、そういうものです。で、どういうことかっていうとですね、この N が5って言ってるので、これ頂点数から、頂点がもうあらかじめ5個あるというふうに思ってください。で、この5個の頂点はこれ区別される。だから、1、2、3、4、5っていうふうに、番号がついてるっていうふうに思ってください。で、そこで、この P が2分の1っていうのは何かっていうと、この異なるですね、2つの頂点の間に辺があるかどうかっていうのが、この P という確率で決まると思ってください。例えば、今ですね、この1と2という辺の間、あ、頂点の間、ここに辺がありますかってことを、この2分の1の確率で決めます。2分の1、だから、P、確率 P で辺がある。で、確率 P で辺がないっていうふうに、考えます。で、それで、じゃあ、だから、それは今だから、なんていうのな、コイン投げ、公平な、効果投げだと思ってもらって、例えば、その表が出たら、辺がある。裏が出たら、辺がないとかっていうふうに、一つずつ、この、二つの異なる頂点の間の辺があるかないか、決めていくというふうに思ってください。で、例えば、今、じゃあ、コインを投げたら、表が出た。というふうになったら、辺があるというふうになると、いうふうに決まるという形で、この1と2の間、辺があるかないか決まると。ということになります。で、これをですね、すべてのこの二つの異なる頂点間に対してやっていくわけです。じゃあ次、例えばこの1と3の間、辺がありますか、ないですかってことを、またそのコインを投げてですね、表が出るか裏が出るかで決めるわけです。で、例えば、裏が出たらここにはありませんっていうふうになると。そういうことを、一個でやっていく。じゃあ1と4の間どうでしょうと。で、またこのコイン投げると。で、それでまた裏が出たら、これは、辺がないですよっていうふうになると。で、そういうのをですね、一個一個やっていきます。1と5の間どうでしょうと。で、これ、コイン投げたら、表が出た。で、辺があると。で、形で一個一個決めていきます。で、あと、他にもですね、この1、2、3、4、5、6個の、この可能性、この、ペアがあるわけですけども、
この間に対しても一つ一つですね、独立にそのコインを投げて変があるかどうかをこう決めていくと。で、そうすると、そのすべてのその、まあ、この場合10回ですけども、コイン投げ終わった後に、こう一つのですね、グラフの、サンプルが得られるという形になります。で、まあ、このように、まあ、その一つのグラフを与えるという、まあ、確率分布のことを、この L デシトレリのランダムグラフっていうふうに呼びましょうということになります。では、もう少しちゃんと定義するとこんな感じですね。あ、まだ定義の前に。で、じゃあこのグラフ、今どんな確率で得られるでしょうと言うと、この、異なるですね、この10個のペアの間に変があるかないかってことをコイン投げで決めてるわけです。で、ここに、変がある確率は2分の1。ここに変がない確率は2分の1。ここに変がない確率は2分の1。この辺がある確率は2分の1って形で10個の、ペアの間全部こう決めていきますので、このグラフが得られる確率っていうのは、2分の1の10乗という形になるわけです。いいですかね。まあ、こんな感じです。で、こういう確率分布です。で、もう少しちゃんと定義するとこんな感じになります。実数 P、そこで先ほど変確率と呼んでいたものと生成数 N っていうのを考えます。で、この2つを与えたらですね、この、確率分布のことを GNP とこう書いたりします。まあ、この今 G はこれ白抜きの G で書いてますけども、まあ、これはですね、またその論文とかによって、あとは本によっては違う文字を書くことが、を使うことがありますし、この括弧で NP と書かずにですね、なんかこの下付きの文字で、こうなんか GNP と書いたりすることもあるかもしれませんけども、まあ、この N と P というもので、決まるっていう意味では、まあ、どれも、記法は違いますが、意味は同じだという形になります。で、これはどういう確率分布なのかというのはこう書いてますね。GNP っていうのは、頂点数 N の向こうグラフ全体上の確率分布です。で、次を満たすと。で、各2頂点組、これは、こう言うと覚えてから、2つの異なる頂点だと思ってください。で、各2頂点組に対して、UV の間に辺があるっていう確率が P である。かね。っていう形になる。だから、辺がないという確率は1マイナス P です。で、それが、互いに独立ですと。複数の異なる二頂点組に対して、変確率は互いに独立であるというふうにします。いいですか？ということで、これでですね、その一つの、確率分布は定まります。で、以後ですね、この、GNP、この頂点数のこと、頂点数 N なんですけども、この頂点集合を V として、それが1、2、点点点 N っていう、その N 個の自然数から、この頂点が、の名前が与えられるっていうふうに考えることにします。で、で今ですね、この複数の異なる頂点組に対して変確率は互いに独立であるってことを言ったんですけど、これはどういう意味かっていうと、これもまあ、これ定義なんですけども、何かっていうと、この任意の自然数系と、複数の異なる任意の二頂点組。これ、異なるですね。異なるものを取ってくる。違います。異なるものを取ってきたら、これらの間に、すべてのところに辺があるという確率。だから、この各事象を、この括で結んだものですね。の確率というのは、このそれぞれの事象の確率の積になりますよ。というのが、この独立である、互いに独立であることの定義。で、今ですね、この一つ一つの確率ってこれ P でしたから、これ P の形状になると。ということになります。ですかね。で、これがその互いに独立であるということの定義でした。ですかね。これはだから、どこを取ってきてもそうであるということです。いいでしょうか。で、先ほどその、まあ、エルデッシュとレーニというのは人名だっていうふうに言ったんですけども、まあ、これが、エルデッシュ、ポール・エルデッシュ、レーニ、アルフレッド・レーニですね。こちら、二人とも、有名なというか、高名な、ハンガリーの数学者でした。で、まあ、このエルデシュとレーニのランダムグラフっていうのは、このエルデシュとレーニの論文に登場しますけども、それと同時期に、これギルバートの論文、こちらの方ですね。この方の論文でも出てきていますと。ので、まあ、そのいうこともあってですね、エルデシュレーニギルバートのランダムグラフって言ったり、ギルバートのランダムグラフって言ったり、ギルバートエルデシュとレーニのランダムグラフと言ったり、いろんな呼び方することありますけども、まあ、ここではエルデシュとレーニのランダムグラフっていうふうに呼ぶことにします。さて。先ほど言ったんですけども、例えば N が3の時っていうのは、実際にその3頂点のグラフ、頂点を1、2、3とするグラフを全部書くとこんな形になります。これ全部8個あります。それから辺が3個ありますので、全部でこの、なんて言えばいいんでしょうかね。このグラフの全体の集合っていうのはこの2の3乗個要素を持っているわけです。ね。だから、この2の3乗この要素を持つ、まあ、確率空間を考えているわけですね。で、それぞれのグラフ。これ全部これ違うものなんですけども、
得られる確率は違うということになります。で、まあ、ここに書いてあるんですけど、これ性質で、辺の数が M のようなサンプルが得られる。グラフ G の頂点数が L で、辺の数が M のときに、この確率分布において G が生成される。このラージ G という特定のグラフが生成される、そのサンプルとして得られる確率というのは、ここで得られますよと。P の M 乗かける1マイナス P の N チューズ2マイナス M です。いいですかね。だからこれ、まあ、これ N チューズ2っていうのは何かっていうと、この N 個頂点があったら、その異なるペアの数が N チューズ2になります。で、M 個辺があるわけですから、辺があるところに確かに辺がある確率はそれぞれ P なので、独立だから P の M 乗という形で、その辺があるところに確かに辺がある確率が得られます。で、辺がないところに確かに辺がない確率っていうのは1マイナス P なんだけども、その辺がない場所っていうのが N チューズ2マイナス M こうあるので、1マイナス P にそれを乗じていると。乗じているのは、その指数にそれを取っているという形で、この積で表されるという形になります。だから例えば今このグラフですね。このグラフ、その1個辺があって、2個辺がないという形になってますから、このグラフ、1と3の間だけに辺があるグラフが得られる確率は p かける1マイナス p の2乗になります。いいですか？で、まあこれはまあ、確かにそうだなってことを分かってもらえると思うんですけども、よろしいでしょうか。ですかね。で、まあ、そうすると、まあ、そういうことも考えて、ここに書いてある次の性質、これ見ましょうと。で、これがですね、2の頂点 V における次数の期待値っていうのを考えてます。で、次数って何だったかっていうと、これまあ、今までちゃんと定義してなかったかもしれません。頂点 V の次数っていうのは、V に隣接する頂点数のことです。例えば、前の、ページの、これ、絵に戻るとか、今、このグラフ見てみると、1という頂点には1つ、3という頂点が隣接してますから、1のという頂点の次数は、このグラフにおいては1です。1です。で、別のグラフの、これ見ましょうかね。これにおいては1というグラフの、次数は、これ2と3に隣接してますから、1というグラフ、頂点の次数は2になります。いいですか？こんな形で次数が決まります。で、そうすると、今このランダムに得られる、そのサンプルとして得られるグラフの次数を見ると、まあ、その、確率分布においては、その次数の期待値っていうのがわかるわけです。で、これは、ここに書いてある通り、任意の頂点に対して n-1×p になりますと。これですね。で、ここにはその例が書いてあります。で、どういう例かっていうと、この前のページ見ましょう。今、この、n が3の場合に、この頂点1って見ましょうね。頂点1見ます。で、そうすると、で、この頂点1の次数を、それぞれ見てみると、ここはこれ0。1に頂点1に隣接している、頂点0個ですからね。で、ここ1個、1個、0個、2個、1個、1個、2個と。こんな形で、頂点1の次数が、このサンプルによってこれ変わってくるわけです。ですね。で、この期待値を計算するとどうなるでしょうと。そうすると、この0という値を取る確率は 1-p の3乗。1という値を取る確率は p×1-p の2乗足す、p×1-p の2乗足す、p の2乗かける1マイナス p 足す p の2乗かける1マイナス p。こうやって感じになるわけですね。で、それ数え、計算するわけです。それここですね。これ各グラフが得られる確率と、そのグラフにおける頂点1の次数っていうのをかけて、それを足し合わせるわけです。ね。で、こんな式になります。で、これはもう目がチカチカするんですけど、もうチカチカしてもしょうがないんで、まあこれ頑張って計算するわけですね。で、まあこれ0のところは、これはまあそのまま無視ですね。無視というか、消えます。で、この p かける1マイナス p の2乗というところがたくさんあるんですけども、これは、ここにあって、ここにあって、ちょっと下の書きましょうかね。ここにあって、ここにあって、で、こんだけですかね。で、そうすると、p かける1マイナス p の2乗の係数は2になると。わかりますね。いいですね。じゃあ他にですね、ここですね。これ p の2乗1マイナス p。これありますね。これ3つありますね。で、これ係数、これ2と1と1なんで、これ足すと、係数4になると。いいですかね。で、ここに、2p の3乗があってそのまま残ると。こんな感じですね。で、これでもまだ、目が痛いんですけども、これ整理するとこれちゃんと 2p になります。2p になります。で、これちょっとちゃんと計算しましょうかね。どう計算しますかね。そうかな。じゃあ、これ例えば、これちょっと、2p でくくりましょうかね。2p でくくりましょうかね。そうすると、初めの部分が 1-p の2乗になりますね。で、後ろの部分、これは 2×p×1-p ですね。なるほど。で、次のところは、これは p の2乗になりますかね。こうですかね。こんな感じになりますね。いいですね。ってことは、これはですね、これは何かというと、これってこれですね。これ何かというと、これよく見ると、これは 1-p プラス p の2乗なんですね。しかね、これ展開すると、これ展開すると、上のものになりますね。
いいですかね、これ、これ分かってほしいんですけども。いいですかね。で、そうすると、この中身、これ計算すると、これ1になるんですよね。なるほど。という形で、これ確かに 2P だと。分かるってことですね。で、今、N3 でしたから、N-1 ってこれ2ですよね。2P ですと。あ、確かに合ってるなって気がするわけですよね。まあ、この例においては。で、これ実際に成り立つんだろうと今から証明していきましょう。で、そうするとですね、まあ、これ前回やったいろんな知識とかですね、これ役に立つんですね。で、そうか、まず一つ言うのはですね、期待値の計算方法、これいろいろあります。こんな形で、一つ一つのグラフが得られる確率っていうのを、まず求めて、そのグラフにおける頂点1の実数を求めて、で、それで足し合わせる。こんな感じでね。できます。で、これはですね、非常に大変です。なんでかっていうと、ちょっと。ここで書いたように、これ n が3の時にはこれ2の3乗個、これグラフがあるわけですけども、これ n がまあ3じゃなくて、これ100だとしたら、これ2の100乗個、これグラフが出てくるわけです。で、2の100乗個のグラフ1個1個に対して、こういう計算これ今やってらんないわけですね。やってられないわけです。なので、これはそういうふうにしないんで、別の方法の計算の仕方しましょうと。で、そうするとですね、前回やった一つのテクニックというか考え方が、思い浮かぶわけです。それ何だったかというと、表示確率変数を使うというテクニックというか、まあ、考え方ですね。で、これは非常に、有用ですよと前回お伝えしたつもりでいるんですけども、それ今回ここでもやりましょうということになります。で、どうするか。今ですね、じゃあこの、G というこの一つのこのサンプルを考えましょうと。で、じゃあここでこの、スモール V という頂点の次数を考えたいんですけども、ここで V 以外の頂点 U に対して、見ると、この UV が変であるという確率。これ E ってこれ、変集合ですね。変であるという確率は、その変確率 P なわけです。スモール P なわけです。で、これはその、この GNP っていう L で一緒に L のランダムグラフという確率分布を使っている限りは、これが正しいと。でですね、ここで表示確率変数を使いましょうと。この U に対して、XU という表示確率変数を考えるんですけど、何かというと、XU が1か0。その表示確率変数ってその1か0を取る、確率変数なんですけども、この、UV というのが確かに変であったら1。で、そうじゃなかったら0という、値を取るような確率変数を考えましょう。だから、ここは重要ですね。この確率変数、この表示確率変数を考えるっていう、もうこの時点が重要。この時点が重要。で、そうすると、これがわかります。これがわかります。V の、次数。この V の次数っていうのは、このサンプルによって依存するので、この V の次数っていうのは今これ確率変数なわけです。確率変数なわけです。なので、それはどう表せるかっていうと、この XU の和になりますと。この、スモール V 以外の、頂点 U に対して、この XU を足し合わせたもの。これが、V の次数になるわけです。いいですか？今、この定義があるので、ちょっと図を書くとですね、これ V という頂点があって、他の頂点もたくさんあるわけです。で、何個この辺が出てますかと、この V からね。で、これがその V の次数なんですけども、これは、この、つまり、この、この辺の数と等しいと。ってことは、この今、足し算において、この1の数とこれ全く等しいということになるわけです。だから、この等式成り立つということになります。で、そうすると、もうこれほぼ終わりなんですね。で、なんでかっていうと、今我々が知りたいのは、この、デグ V、V の次数の、期待値です。そうするとこれはですね、この右辺の期待値になるわけです。ですか？で、ちょっと先にちょっと先ほどちょっと右に書きますと、知りたいのは、この、デグ V という V の、次数の期待値なんですけども、これは今書いた式から、この、V 以外の頂点 U に対する XU の和になると、こういう形になると言いましたね。で、これは正しいと。で、これだけではまだ何も、ちょっとしまった。予想しない削除。こういう形になるんですけども、これはですね、期待値の線形性からこう書けると。XU の期待値の和として書けると。これが重要ですね。これ期待値の線形ですね。線形性ですね。で、まあ、この今、XU っていう確率変数は、実はこれは、互いに独立なんですけども、この期待値の線形性っていうのは別にこの独立じゃなくても使えるっていうことが非常に重要なんですね。で、まあ、ここはその、まあ、独立だから別に、仕事、そういう、注意はする必要はないんですけども、
その今後ですね、その独立じゃないけども、この2人の選挙制を使うっていう非常に重要な、場合もあったりしますので、まあ、今ちょっとこの補足として言ってきました。で、そうすると、これが分かればよいと。この XU の期待値が分かればよいということになります。で、XU の期待値は何でしょうと。で、これ計算します。で、それは何かっていうと、1か0という値を取ると。1か0という値を取る。で、1という値を取るのは UV が変ですよという場合、だからその確率書きます。で、0という値を取るのは UV が変じゃない時ですよって言ってるんで、その確率書きます。で、そうすると、何かというと、ここ0ですから、これ後ろこれ消えますね。で、前は1がそのまま、の、前の分だけ残って、この確率、これ変確率ですから、これ P になります。ということで、この XU の期待値は P であるということになります。ということで、これはですね、U in V マイナス U の P の、これが足せないわけです。で、そうすると、じゃあ、ここ、いくつ、これ P っていうのはこれ U に依存しませんから、じゃあ、これ、あ、すいません、ここは V です。ちょっと、V です。じゃあ、これ、いくつ U を、P を足してるんでしょうかって言ったら、これは V 以外の頂点数ですが、それは全体の頂点数 N でしたから、これ N マイナス1なわけです。N マイナス1回 P 足してます。という形になって結論が得られるということになるわけです。いいですか？これ、今赤く書いたところ、50のページで書いてありますけども、こういうことです。で、実際に書いたのはこれですね。同じですけども、これで結論、答えが得られると。結論が得られると。よろしいでしょうか？だから先ほど見たように、これ N がいくつであってもですね、そう、例えばその N が100だったとすると、初めの方法だと2の100乗個のですね、グラフ全部考えなくちゃいけないって、これ大変なことだったわけですけども、この場合はこの XU っていうのを考えると、これはこれ、N が100だったらこれを99個の XU って考えてて、しかもこの XU の期待値、これ全部同じ、99個の頂点 U に対して同じなんですね。ということで、これ簡単に求まると、これ非常にやっぱりこの表示確率変数を使うという方法が強力だということが分かりましたね。よろしいですか？ということで、実数の期待値が分かりました。となります。で、今ですね、こう、実数の期待値が N-1 かける P っていう、こういうことが分かったんですけども、前回も言った通りですね、じゃあこの実数が、N-1P、N-1 かける P のあたりにこう集まるのかと、これから大きく離れることはあんまりないのかっていうことをちょっと考えたいと。で、そのためには、こう、ケルノフ状態の技法っていうのを使うっていうことになるわけです。なるわけです。で、これ今回はちょっと実験してなかったからいけないんですけども、これ実際集中します。集中します。で、どうするかっていうと、こんな感じになってたと。つまり、例えばこれですね、これですね、次数が、この期待値である N-1かける P の2倍以上になる確率はいくつでしょうとか考えます。で、これがですね、小さいということを言いたい。としたらどうするんだかっていうと、この両辺をですね、この2の方に乗っけると。まあ2じゃなくてもいいんだけども、例えば2の方に乗っけるというふうにします。で、そうすると、マルコフの不等式ですね。マルコフの不等式。もう、これ最重要不等式と言っても過言ではない。マルコフの不等式何だったかっていうと、前回はこう書いたかな？ t 分の e の z。z というのが、0以上の値を取るような、確率変数であるときに、z が t、これ t は0よりも大きい。t という実数、0よりも大きい実数に対して、z が t 以上となる確率は、t 分の z の期待値以下になりますよ、という不等式です。まあ、z の、期待値が存在する必要がありますけども、まあ、存在していればこれ言えると。で、そうすると、今、この z がこれですね。で、t がこれという形でこれ得られると。いうことになります。で、そうすると、まあ、今、このですね、2の次数乗っていう、これもその、その、あの、そのサンプルされる確率、グラフによってこれ決まってくるものなので、これ2の、次数乗、デグ V 乗っていうのはこれ確率変数なわけです。だからそれの期待値ということがこれ考えられるわけですけども、その期待値が分かれば、この右辺が分かるということになります。で、これまあ実際これ計算できるんですね。なぜでしょうと。なんでかっていうと、この、V の次数、デグ V っていうのは先ほどの XU を使うと、この XU の和でしたと。ですね。で、これは2の型に乗ってますから、和がね、あ、乗ってますから、これは2の XU 乗の式になりますよと。積になりますよ、ということになります。で、ここは重要で何かっていうと、今、この2の XU 乗、これは互いに独立です。
先ほどその XU っていうのは互いに独立だとかちょっと言ったんですけども、その2の XU 上っていうのは、XU が互いに独立だから、2の XU 上というのが互いに独立なんですね。ということなので、互いに独立の場合ある場合は、この積の期待値は期待値の積になります。で、ここは独立性が必要です。ここは独立性必要です。必要というか、独立性が言えれば、まあ十分なんですけども、必ず独立性、これ確認してください。で、独立なので実際に、こういうふうに、期待値の積という形で書けます。じゃあ、この2の XU 上の期待値は何でしょうということになります。で、これは一個一個計算するんですけども、これ実は U に依存しません。なんでか。というと、今ですね、まず、2の XU 上なんですけども、XU っていうのは、そもそも、これ1か0という値を取っていて、1を取るのは UV が変であるとき。で、そうじゃないときは0って値を取る。で、そういう確率変数でした。ってことなので、じゃあ2の XU 上っていうのはどういう値を取るのかっていうと、それはその UV が変であるのかないのかってことで変わってくるんですけども、変であるときにはこれは2の1乗になるわけです。なんだかっていうと、XU は変が、で、UV が変であるときの1だったので、2の XU 上は2の1乗になると。ですね。じゃあ変がないときどうかっていうと、これは2の0乗になると。こういうことですね。で、それで、期待値を計算したのはここです。で、そうするとこれは U に依存しないということがわかります。いいですか？この式からね。で、それが、N-1 個。掛け算されているので、N-1 乗が出てきているという形になります。いいですか？で、この中身ですね。この中身。これよく見ると、2の0乗はこれ1、これ2の0乗はこれ1ですね。これはちゃんと間違いない。で、2の1乗はこれ2です。ってことで計算すると、1プラス P が出てくると。いいですかね。ってことで、この分子ですね。この分子は1プラス P の N マイナス1乗になるってことがわかります。だからこれをそのままこの分子に入れましょう。入れるとこうなりますね。で、分母そのまんまです。で、そうすると、N-1 乗、ちょっとこれ集めると、残ってるのは、分子は1プラス p ですね。で、分母は2の 2p 乗、だから 4p 乗は、4の p 乗が残ってます。ですかね。という形の式で、この上の部分ですね。右の部分。これが、書き換えられるということになります。いいですか？で、これはじゃあ、どんな式なんでしょうと。今、p は0、よりも大きくて、1よりも小さいっていう、値でした。実数でした。で、この4の p 乗分の1プラス p っていうのを、これ横軸を p として書いてみました。で、そうすると、ここが0で、ここが1なんですけども、その間においては、取る値は1未満、2分の1よりも大きい。で、こういうような形になっていることがわかります。まあ今これちょっと図を書いて確認してるっていう形であんまり良くないかもしれませんけども、まあ本来は何だろうな。P で微分して、単調現象だって分かって、とかそんな感じのことをやるかもしれませんけど、まあこんな形になると。ってことなので、この、だからこれ1より真に小さいってことが重要ですね。1より真に小さいってことが重要なので、そうするとこの4の P 乗分と1プラス P っていうのは、の N-1 乗っていうのは N を順分に大きくしていくと、これ0に近づくと。いうことがわかると。ですね。ってことなので、この確率自身も、0に近づくということがわかります。つまり、N を大きくしていくと、V の次数が、期待値の2倍を、より2倍以上になる確率っていうのは非常に小さいですよ、と。だから、必ず、まあ、だから2倍よりも大きくなるってことはあんまないですよ、とかわかります。で、まあ、これで同じような絵をやってると、この2倍をですね、例えばこの1.1倍とか1.01倍とかにしても、同じような結論が得られるってことが分かって、この大体この期待値のあたりに、この、V の次数ですね、が集まるってことが分かってくるということに、形になります。よろしいでしょうか。はい。では、ここまでがその、まあ、ランダムグラフの、その、定義と性質を、としてその次数の話をやってきました。ではですね、今からこのランダムグラフの閾値現象、総点っていう話を残りの時間でやっていこうかなというふうに思います。いいでしょうか。ではですね、進んでいきます。ランダムグラフにおいては、いろんな現象が
その異基地現象、いろんな現象、いろんな、ところでですね、異基地現象っていうのが現れるんですけども、ここでは、簡単な場合として、この孤立点の存在っていうのを考えます。で、向こうグラフの孤立点、これ定義し、今から定義します。これは何かというと、これ次数が0の頂点のことです。で、今はですね、この n が3の時、これ、8個のグラフが、サンプルとして得られるってことが、すでに、確認されてるんですけども、この時、じゃあこの確率、孤立点が存在する確率っていうのを考えます。それがこの例題ですね。L デシとレニのランダムグラフ GNP において、孤立点が存在する確率を、孤立点というのは孤立点が存在する確率を計算しようと。で、じゃ、例えば、今、じゃあこれ8個、こうグラフがあるんですけども、この中で、孤立点があるグラフはどこにあるかっていうと、ここ、1個、2個、3個、4個。で、こんだけですね。だから、これ、あるかないかということが聞いているので、例えば、この、初めのグラフ、これ、孤立点3つありますけども、個数はどうでもいいです。あるかないかということが聞いています。だから3つあれば、これ、ある。1つあれば、ある。1つもなければ、ない。そういうことです。で、そうすると、N が3のとき、この孤立点が存在する確率は何かっていうと、この、まあ、黄色で囲んだものが得られる確率になるわけですね。だから、ここに書いてある確率、これ足せばいいわけです。そうすると、これは、まあ、1マイナス P の3乗、プラス、p かける1マイナス p の2乗が3つ。で、こういう形になると。まあ、これ1マイナス p の2乗でくくると、まあ、こんな形になります。この、まあ、この形はどうでもいいんですけども、ですね、これはですね、ややこしくって、先ほどですね、その、頂点1の次数とか、頂点 v の次数で考えて、その期待値を計算するとか見たときには、考えていたのは期待値だったので、割とこれ計算しやすかったんですよ。その表示確率変数っていうのを使ったりとかっていうことができたんですけども、確率を計算するっていうのは、ですね、期待値を計算することに比べて、かなり難しいです。で、これ非常に重要なポイントで、皆さん、まあ、なんだろう、この皆さんがどういうふうにこの確率というものをな、学んできたのかっていう、その履歴にもよるかもしれませんけども、大体なんかその、期待値というものは、確率がまずあって、その確率を使って計算するものだっていうふうに、まあ、定義されていることもありますし、まあ、そういうものだと思うと、確率がまずあってから、その後で期待値を計算するっていうふうに思ってる。とすると、確率がわかんないのに期待値が計算できるとは何事だっていうふうに思うかもしれないんですけど、実際は先ほどの話のようにですね、表示確率変数を使うとですね、いろんなですね、期待値の性質があるがためにですね、期待値の計算って割と簡単なんですよ。一方で、確率を厳密に計算するっていうのは、かなり難しくって、この場合、この1枚のスピードの2乗かける1プラス 2p っていうふうに n が3の出てきますけども、一般的に n が100とかですね、175万とかですね、そういう時にですね、この確率が何になるかってことを計算するのは非常に難しいです。そう、私これ計算したことないし、世の中の研究者からですね、これを、正確に知ってるとは思えないですね。で、多分これ、計算、本当難しいと思います。ということなので、何かというと、n が大きくなったとき、そういうふうにその無限大に行くときの全近的な振る舞いを考察するってことを今からやってきます。で、これもですね、また皆さんのその、常識と違うかもしれませんけども、この、この確率っていうのが、この n が無限大に行くときどうなるのかってことを今から考えるんですけども、それは確率に対してある式が出てきて、その式における n を無限大にすることによって極限がわかるんだっていうふうに皆さん思うかもしれませんが、実際はですね、極限を考えるっていうのは、この確率そのものを考えるよりも簡単なんですよ。簡単なこと。なんでかっていうと、極限っていうのは、その各 n に対する、情報を持っていないからです。その極限の時の情報しか持っていないので、これは、なんだろう、粗い情報なんです。どちらかというと。どちらかというとね。だから、実は、その、この確率の、なんかこの、なんか公式を求めて、そこにおける n を無限大に飛ばして、極限を計算するということをするんじゃなくて、極限を、その直接考える方が、考えやすいってことがあります。で、実際にその極限っていうものの方が、粗い情報なので、実際に、計算しやすいということになります。で、それをやっていきます。はい。で、実際にこれはですね、シミュレーションやってみたんですね。こんな感じです。何かというと、どういう図でしょうね。P を、これまあ0.0とか1.0とこれ含めちゃってますけども、という形にして、
で、これ横軸が P です。だから、P は1つに決めます。で、N も1つに決めます。で、その N は、ここに書いてあるように、まあ、10から100まで1つずつこれ変えていくんですけども、それで何をやってるかっていうと、だから N と P を決めると1つ、その GNP っていう確率分布が決まるわけです。で、その確率分布において、孤立点を持つグラフが得られる確率っていうのを実際にその確率分布からサンプルして、その頻度を計算したのがこれです。だからこの縦軸はこれ頻度です。だから例えば、P が0.4で、どうしようかな。これ、N が10。P が0.4で N が10、緑とか言ったら、ちょうどだからここら辺になるわけです。だからこれ何言ってるかっていうと、これ1000回試行してるんですけども、1000回試行した中で、孤立点を持つグラフが得られた、あと孤立点を持つ、場合っていうのが、まあ、100ぐらいありましたということをこの図は表しているというふうに思ってください。いいですかね。で、そうすると、これ何が、ここで分かってるかっていうと、言えるかっていうと、例えばですね、まあ、こちら N が10の場合にちょっと、固定して考えてみると、P が小さいときには、ここら辺です。だから、ほぼ全てのグラフが、孤立点を持ちます。まあそうですよね。その P が小さいってことは、辺が引かれにくいわけですから、辺を持ちにくいわけですから、孤立点が生まれやすいわけです。ですか？だから、孤立点を持つグラフが多くなる。で、一方で、P が大きくなると、P が大きくなると、このぐわーっと下がっていって、この孤立点を持つ場合が少なくなっていく。ですね。だからそれはその辺をたくさん持ちやすくなっていくわけですから、孤立点も持ちにくくなっていく。いいですか？という形になると。で、それが N を大きくしていくごとに、このぐわっとこの減り方がこう変わってくると。N が大きくなればなるほど、早くですね、この P が大きくなるにつれて、この早く、この、なんだろう、孤立点を持たない場合になっていく。なんて言うんですね。ってことです。で、この落ち方がですね、だんだんこれ急になってるんです。急になってる。で、そうすると、これは、で、しかもこれ、だんだんこう左に寄ってきてると。こんな感じですね。で、そうすると、で、まあ、ここら辺のこの間隔がだんだんこう狭くなってくるってこともあるんですけども、で、これをですね、だからちょっとこれうまく、なんかスケールを合わせてあげてですね、これあんまりこの左に行かないようなスケールを持ってきて、書いてあげると、次のような形になると。こんな形になると。で、これが実際に、今から数学的に証明できることになります。何かというと、N を無限大に近づけると、やっぱりこれぐわっとこう下がるっていうような曲線を最終的に描くんですけども、この下がるところ、ここはですね、この N-1 分のログ N になりますよということになります。何を言ってるかっていうと、この P がですね、N-1 分のログ N よりも少しでも小さかったら、少しでも小さかったら、この孤立点を持つ、確率、頻度っていうのは1になります。近づいてきます。N が大きくすると。で、この P が N-1 分のログ N よりも少しでも大きかったら、少しでも大きかったら、この孤立点を持つグラフが得られる確率っていうのはもう0に近づいてきます。で、ここはもう本当にその崖のようにですね、スパッとこう落ちてる。こういう形になりますよ、という。だからこれはこの、n 分の1、n-1 分のログ n というところを境にして、この孤立点を持つ、持たないという状態がスパッと、分かれますよ、と。別に言い方すると、この n-1 分のログ n というのを域値として、この2つの状態、あるいはその層が分かれますよ、というふうになるわけです。だから、まあ別の言い方すると、この P をこのどんどん大きくしていくと、はじめは、孤立点を必ず持つようなグラフが得られるんだけども、N-1 分のログ N を超えた瞬間、孤立点持たなくなりますよ、というような形です。で、そういうのをその焦点を起こすというふうに、まあ見ると。で、これはですね、例えばその皆さんが、馴染み深く、接している物質でもよく、起こるわけです。焦点ですね。焦点とか域値現象っていうのは物理学や化学等でも重要な概念。で、ここに書いてあるのはこれはいわゆるその水の相図と呼ばれるものです。相図。フェイズダイアグラムかな。
で、何かっていうと、まあ、例えばこれは、これは縦軸が、圧力ですね。で、横軸が温度になってます。で、これ1アトムだから、ここら辺が1気圧のところら辺の、線ですけども、で、そこでこの温度をどん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 上げていくと、この水の状態が変化すると。冷たい時には、それは氷なんだけども、あるところで、その氷はですね、水になると。スパッとみんな水になると。スパッとみんな水になると。ある、その、温度を超えると。まあ、そういうのを確か融点と言うと思いますけども、融点を超えると水になると。で、もっともっとこの温度を上げていくと、あるところでこうスパッとですね、すべてのその水、液体の水がですね、気体になると。で、まあそういうような温度のことを、沸点と言ったりするわけですけども、その形でこうスパッと、状態が変わる、層が変わるわけですね。で、こういうようなこのスパッとこの状態、層が変わるっていう現象は、この、物質なのでよくこう見られるわけですけども、そういうものがですね、このランダムグラフでも見られる。ということになるわけです。興味深いですね。と で、そういうことから、実はですね、このランダムグラフっていうのは物理学者の興味の対象ではあります。だから物理学者はこういうその相対とか、まあこれ大好きなんですけども、だから相対に起こすものがこの物質だけじゃなくてですね、これランダムグラフもあったりするんで、なんでランダムグラフはこう相対に起こすんでしょうとかですね、まあ気になるわけです。で、このランダムグラフ実際に物理学者も研究したりする対象になったりしています。まあ、今日やるのは割とその簡単な話、初歩的な話なので、まあ、あんまり物理学者の興味にならないかもしれませんけども、まあ、そういうような、ところも、関わっているということを、まあ、理解してください。でですね、じゃあ実際に先ほどの図、これですね、これ本当にこうなるんだっていうことを今から証明していきます。で、この証明法が割と、重要というか、それができるようになってほしいということが、今日の目標ですから、それをやっていきましょうということになります。で、実際に今から証明する性質はこれです。はい。今、この、GNP っていう、レデシュトリングのランダムグラフを考えますと。で、その G っていうのはそこから得られるサンプルだと思っているとですね。で、イプシロンっていう、任意の整数は、これだからすごく小さいと思ってください。小さいけど、まあ、0ではないけども、まあ、すごく小さいと思ってください。だから0.00000001と、その感じですね。そういう数値。イプシロンです。で、この変化率が、先ほどのこの n マイナス1分のログ n よりも少し小さい。1マイナスイプシロンかける n マイナス1分のログ n 以下であるとき。先ほどの図で言うと、ちょっと色が、先ほどの図で言うと、なんかこんな感じになってたんですけども、ここの、この分かれ目のところ、ここが、今、その n マイナス1分のログ n だったわけです。ですね。で、それよりも小さい。小さい。キーを取ってくると、必ずコリステンを含みますよと。だから、G がコリステンを含む確率は1に近づきますと。N を無限になりますと。ね。で、一方、その P が N-1 分のログ N よりも少しでも大きいと。1プラスイプシロンかける N-1 分のログ N 以上であるとき、変化確率 P が。ね。その時には、G がコリステンを含む確率っていうのは0に近づきますよ、ということになります。で、これを証明していきます。いいですかね。で、いいですか。これやっていきます。で、これはだから、二つの異なることを証明していくんですけども、これ、二つの異なることを証明する、その証明法は、似てる部分もあるし、違う部分もあったりします。で、それちょっと、考えながらやっていきます。でですね、いきなりこう、イプシロンとかってあると、ちょっと、考えにくいので、まず感覚をつかむために、イプシロンが二分の一の時の証明をします。で、これ上からやるのかな？上からやっていきます。で、P が大きい場合って言ってますから、嘘ですね。下からやります。すいません。下からやります。下からやります。で、頂点 V に着目しましょう。一つの頂点に着目します。で、その頂点 V が孤立点である確率をまず計算しましょう。で、一つの頂点が孤立点になる確率っていうのは、それは簡単にわかります。なんでかっていうと、一つの頂点 V があって、この頂点が N-1 個あるんですけども、N-1 個。この特定の部位が孤立点である確率って何かっていうと、この N-1 個残りの頂点のどこにもこう辺が引かれないってことですね。どこにも辺が引かれない。つまり、この N1 個、N-1 個の、この辺の候補とどこにも辺が引かれないので、で、1個この候補について辺が引かれない確率は 1-p でした。それが N1、
引く1個独立であるので、その N マイナス1乗というのが、この V が孤立点であることの、確率になります。いいですか？で、この V が孤立点である確率がわかるので、このですね、孤立点であるかないかってことに着目して、それを表す表示確率変数を作りましょうと。だからこの確率変数 XV とここに書いたら、これ先ほどのその次数を考えた時の確率変数と違うんですけども、まあ同じ文字使っちゃってます。XV とします。で、これは XV は、これ表示確率変数で、1か0と値を取るんだけども、V が孤立点だったら1、そうじゃなかったら0というふうにします。で、先ほど言ったんですけど、確率を考えるのは難しいんですが、期待値を考えるのは割と簡単なんですよ。だから、それをちょっとやっていこうということになります。で、何かっていうと、この、孤立点を持つ確率じゃなくて、実際この孤立点の数を数えましょうと。G における孤立点の総数を、large X という確率変数で表すとすると、それは、large X は XV の割になります。いいですか？ですよね。XV が1か0かで、この V が孤立点かどうかわかるので、孤立点の個数っていうのは XV の和になります。ですね。で、この X がなんでいいかっていうと、この G が孤立点を含むという確率は、X が1以上であるということと同じであることになります。ですよね。これ、X、これ孤立点の個数ですから、孤立点が1個以上あるってことは、それは孤立点を含むことになるわけです。ですね。で、この形。これが嬉しい。なぜか。マルコフの不等式が使えるから。マルコフの不等式より、この X が1以上である確率は、1分の EX 以下になりますね。もう一度マルコフの不等式書きますと、ちょっといろいろと、仮定は除いてますけども、Z が T 以上である確率が T 分の E の Z と。そうですね。いろんな、ちょっと仮定があったんですね。ちょっと全然、省いてます。で、この今、Z が X になってますね。で、T が1になってと。こういう形です。いいですか？で、何度も言ってますけども、期待値は簡単に計算できるんです。期待値はね、簡単に計算できるんです。で、今、ちょっと、先ほど言った通り、イプシロンは2分の1だとすると、この T が、2分の3かける N マイナス1分のログ N 乗、あるログ N 倍以上であると倍を考えます。で、この X の期待値、先ほど言った通り計算簡単にできると。で、なんでかっていうと、まず、これは、まあ、1分のはそのまま無視しておると。で、X は XV の和でした。ですね。で、期待値の線形性。もう何度も言いますけども、期待値の線形性。もう期待値の線形性はですね、本当に嬉しいんです。本当に嬉しいんです。もう皆さんもこの嬉しさはですね、分かってほしいんですけども、もう嬉しいとしか言えない。で、線形性で和がそういうことに出せます。そうすると、で、じゃあ、XV の期待値。何かっていうと、これは V が孤立点になる確率と同じです。なぜか。それは、すぐ書いてありますけども、なんでかっていうと、これは、XV は、V が孤立点であるときに1という、V がです。V が孤立点であるときに1という値をとって、V が孤立点でない、次に0って値を取るって、そういう確率変数でしたね。で、そうすると、後ろの方、0はこれ、だからこれ消えると。これ0とかこれ消えると。で、前の方1もこれ消えると。消えるというか、無視できると。ってことで、この V が孤立だっていう確率だけは残ります。ですね。で、これはさっき計算したんです。1マイナス P と N マイナス1乗です。ですよね。で、それが N 個あるんで、N かける1マイナス P と N マイナス1乗ということになります。ここまでいいですか？で、さっき言った通り、この左辺、これは何だったかっていうと、G が孤立点を持つ確率ですね。G が孤立点を持つ確率です。で、これが、これで、上から押さえられてる。不等式で。そうすると、これ M を無限大に持つとどうなるかっていう、これ1マイナス P、あ、これですね。1マイナス P これですから、P をこれで置き換えると、こちら向きの不等号が得られると思いますね。
こうなりますね。あ、これはその前に、その前にさせ、その前に、1プラス x が e の x 乗以下だっていう、有用な不等式っていうのを初回にやったんですけども、これを使ってます。で、x がマイナス p です、今。すいません。x がマイナス p です。x マイナス p です。で、e のマイナス p 乗が出てきて、n マイナス1乗が残ってると。これという形ですね。ですか？で、この p にこれを入れましょう。この p にこれを入れます。で、そうすると、マイナスがついてるから、不等号の向きとして、この向きが出てくる。ということになりますね。いいですね。これ書きました。そうすると、n マイナス1、これ、相殺しますね。相殺しますね。で、そうすると、ちょっとこれ、ちょっとここで計算しますと、n かける e の、マイナス2分の3ログ n です。これですね。で、これはですね、ちょっと書き換えると、n かける e のログ n 乗のマイナス2分の3と、こういうふうになるわけです。で、ここで見抜いてほしいのは、この e のログ n 乗、これはですね、n です。これはですね、こう指数と対数がですね、なんだろう、もう手に取るように分かる人には当たり前のことなんですけども、分かんない場合、こうしましょう。x を、あ、じゃあ、e のログ n 乗を x ときましょうと。じゃあ、これの、対数を両方と取りましょう。ログ x イコールログ e のログ n 乗と。で、そうすると、これ、この指数の肩に乗ってるの、これは、ログが乗ってたら、これ前に降りてきます。前に降りてきます。から、これは、ログ n かける、ログ e になります。いいですか？で、ログ e1 です。いいですか？ただ、これ、ログ n になりますね。ってことは、これ、x と n は等しいわけです。よろしいですか？ってことで、正しいと。いいですかね？ いいですかね？ということになりまして、まず置いといて、これと消し出して。ということで、これ n になります。で、そうするとこれは何かというと、これは n かける n のマイナス2分の3乗となりますね。で、これは n の1乗ですから、これは指数法則から n のマイナス2分の1乗になると思います。だからこれは、ルート n 分の1です。ルート n 分の1なんで、これは n を大きくすると、このルート n 分の1ってのはこれ0に行きます。いいですか？で、0で、確率が0に行くもので上から抑えられてますから、この確率も0に行くと。いうことになるわけです。いいですかね？今やったこれ計算ちょっとこれ書いてます。でございますね。で、今言ったみたいに、この確率も0に行くわけですね。で、この確率は先ほど言ったみたいに g が孤立点を持たない確率。じゃ、さっき言ったように、持つ確率。G が、孤立性を持つ確率。ですから、それが0に行くってことは、この時、P が大きい時には G は孤立点を必ず持たないと。必ず、持たない確率が0、1に行くと。となります。よろしいですか？結論ですね。G が孤立点を含む確率は0に行くので、孤立点を含まない確率が1に行きます。だから、先ほどのこの図のイメージで言うと、こっち側ですね。こっち側が上がったと。孤立点を含む確率は0に行くと。よろしいですか？で、今これは、こう2分の3、だから1プラスイプシロンのイプシロンが2分の1の場合をやったんですね。で、2分の1だったから、ここが、2分の1になったんですね。実際。はあ。だから、この2分の3のところを1プラスイプシロンにして、同じ計算をすると、ここから変わってきます。そこまでは全部同じです。全部同じです。で、どう変わるかっていうと、じゃあ変わったところありますね。今、ここまで同じです。言いました。あ、だから、まずここですね。1プラスイプシロンに変えましょうと。2分の3じゃなくて1プラスイプシロンに変えましょう。で、ここまでは同じですと。で、ここの p を置き換えるところが変わりますと。で、置き換えましたと。で、置き換えて、n マイナス1は切ると、ここら辺も同じで、この部分が先ほどと同じ計算すると、n マイナス1マイナスイプシロンになります。そうすると、n のイプシロン乗分の1という形になるので、n を無限大に飛ばすと、これ0に行くと。ということになって、g が孤立点を含む確率が0に行くと、収束するということになります。よろしいですか？で、これが、なんか何度も同じ図書いていきませんけども、何度も同じ図書きますけども、この、こうなっているところの、この、右の方ですね、p が大きい場合の話。ここになります。ということです。で、だから、あと残ってるのは、こっち、p が小さい場合ですね。p が小さい場合に、必ず孤立点を含むんだ。
ていうことを言ってきたい。まあ、で言うと、孤立の含む確率が1に行くんだということを言いたい。で、これはですね、ちょっと大変です。先ほどと同じことをやろうとしてみます。まあ、例えばこの P が1マイナスエプシロン分の N マイナス1分の log N 以下だっていうふうにすると、で、先ほどと同じようにですね、この XV が、V が孤立点であるかどうかを表す表示確率変数で X を XV に落としましょうと。で、そうすると、先ほどはですね、G が孤立点を含む確率っていうのが、X が1以上になる確率と等しいってことを使ったので、同じように、G が孤立点を含まない確率っていうのを考えたら、これは X が0となる確率と等しいわけです。ですか？ですか？ただ、で、これに対して先ほどと同じようにマルコフの不等式を使おうと思ったら、なんかこの X が何とか以上っていうこういう形にしたいわけです。なんでかっていうと、マルコフの不等式っていうのはそういう形をしていたからですね。こうですね。またちょっと、必要な過程を書かずに、式の形で書きますけども、こういう形の不等式でしたから、この部分ですね。この、確率の中身の部分が、この X が何とか以上って形にしたいわけです。だから今これイコール0だったので、これをなんか0以上にすれば、まあ、こういう形になって、こういう形になって嬉しいなと思うんだけども、X が0以上、これ当たり前なんです。X というのは孤立点の数ですから、これ必ず0以上です。だから、これは、必ずこれ1になります。で、これ困っちゃうわけです。孤立点を含まない確率は1以下っていう当たり前の結論しか得られなくて、これでは何も進まないわけですね。で、これ困っちゃうので、ここでちょっと工夫する必要がありまして、こちら側、なんかその P が小さい場合は、ちょっとこれ工夫が必要で、ここで言っている解決策、このチェビシェフの不等式を使うってことをします。だからまずこのチェビシェフの不等式をご紹介します。で、チェビシェフの不等式は、マルコフの不等式から得られる、不等式なんですけども、ちょっと見た目が複雑です。で、どんなものか。こんなものです。こんなものです。で、気分なんですけども、この X という確率変数と、まあ、0よりも大きい実数 t だったら、X が、その X の期待値から t だけ離れる。t 以上離れる。で、その離れるって言ったら、この絶対値の意味ですね。これ絶対値ですね。これ絶対値。意味そこ。これ絶対値です。これ絶対値。だから、その X の期待値、から X が離れるんだけども、それは大きい方に離れていってもいいし、小さい方に離れていってもいいと。で、その差が、t 以上になる確率いくつでしょうと言ったら、それは、そうとあんまり起きませんよっていうふうに言うのが、このチェビシェフの不等式です。で、どう起こんないかっていうと、こんな形で起きないと。だからこの不等式がまず、この確率が小さいですよっていうのを意味する不等式です。ですね。で、どんなもん小さくなりますかってことを、表す量がここに書かれてる。で、一応ですね、ちゃんと言うと、この分子。これをいわゆる、この分子は、分子はいわゆる、分子は、いわゆるこれ X の分散です。分散かけない。こうかな、分散。ただちょっと分散って言葉あんま出せなかったので、この X の期待値マイナス、X の期待値、すいません、X の2乗の期待値マイナス、X の期待値の2乗っていうのがここに書いてます。ですね。で、分母。これ t の2乗です。で、こういう、だからその、X が X の期待値から離れる確率が小さいというのが X の分散を使って書き表されるということです。そういうのを表すのはこれチェビシェフの不等式です。で、これも非常に有用な不等式で、で、これは、覚えられますかと言われると、まあ、覚えようと思って覚えないでほしいっていうのは、この、授業における、重要なメッセージではあるんですけども、何が重要かっていうと、これはですね、マルコフの不等式から簡単に導けます。まあ、簡単かどうかは別にして、導けます。で、私の中で、このマルコフの不等式っていうのが非常に重要な不等式だっていうふうに思ってるので、マルコフの不等式さえ知っていれば、まあ、他の不等式は、だから、前回やってるような、ケルノフ上階の技法から得られる不等式とか、この今やってるこのチェビシェフの不等式っていうのは導かれるわけです。だから基本的にマルコフの不等式をちゃんとマスターするってことが非常に重要だと思ってます。はい。で、今からこのチェビシェフの不等式を、今言ったマルコフの不等式から導きましょうと。で、どうするかっていうと、チェルノフ上階の技法をやるときには、マルコフの不等式のところに出てくる、確率変数に対して、指数関数を使って、
盛り上げるというか 持ち上げるって方式なんだけども、この、チブシェフの不等式においては、このマルコフの不等式に対して、今出てきているこの左辺の公式があるんですけども、これをですね、この二つ、この不等式の両辺ですね、これより二乗します。二乗します。で、二乗したところに対して、マルコフの不等式を使います。まあ、一つの考え方は、絶対値って扱いにくいんですよね。扱いにくい。で、二乗にすると、途端にですね、扱いやすくなる。なんでかっていうと、絶対値の二乗は絶対値をつけてないものの二乗と等しいからですね。ってことで、ここのですね、この分子のこの期待値、これは実はこれ簡単に計算できるようになります。で、実際計算すると、これがここに書いてある分散になります。X の分散になります。っていうことです。で、実際これ計算しましょう。はい。X の、まあ、X-2X の2、絶対値の2乗の期待値です。で、今言った通り、絶対値はただの括弧になります。で、この中身これ、展開しますね。こうですね。X の2乗マイナス 2EX かける X マイナス EX の2乗と、こんな形になりますね。で、重要なのは EX って書いてあるもの、これ。これはもう一つの定まった値です。確率変数ではありません。ですね。だから、これは、この x の2乗とか x っていうのは、これは確率変数なんだけども、ex っていうのはもうすでにこれ確率変数ではない。何かこうスカラー値を持ってるってことが重要ですね。で、そう思うと、まず、ここで、何をしてるかっていうと、これはまた期待値と線形性ですね。これでバラバラにしてます。線形性でバラバラにしてます。ですかね。で、バラバラにして、こうなったんですけども、で、ここで今言ったみたい、この 2EX とか、この EX の2乗、これは、スカラーなので、この期待値の前に出せます。で、前に出したら 2EX が前に出て、EX が残ると。これが前です。あ、ここです。で、この部分、これは EX の2乗が前に出て、中には1が残ります。で、E の1は1です。ので、EX の2乗が出てくる。こういうことですね。いいですか？で、そうすると、これは、初めの部分は全然変わらないんですけど、この E、EX、EX、これは EX の2乗が出てきますから、マイナス 2EX の2乗と EX の2乗を合わせると、マイナス EX の2乗という形で結論の分子が出てきて、証明が終わるということですね。よろしいでしょうか？だから、チブシェフの不等式っていうのはなんかよくわかんない不等式だなっていうふうにまあ皆さん思うかもしれないですし、皆さん今まで見たことがあって、なんかよくわかんないなっていうのを思うかもしれませんけども、使ってるのはこのマルコフの不等式と期待値と線形性だけなんですよね。非常に簡単な原理でできてると思ってください。はい。で、これを使うと、先ほどのその P が小さい場合ですね。で、どう使うか。こうやって使います。その今サンプルしてきたグラフ G がコリステンを含まない確率っていうのは先ほど言った通りこの X というコリステンの数が0である。こういうふうに書きます。で、先ほどのですね、このチブシェフの不等式を無理やり使うんだっていう気持ちになると、これをどう書き換えたいかっていう、まずそういうちょっと全問答ができて、全問答を、ちょっと天下り的に書くとこんな形になると。X は0、または X は 2×EX。って形で、またはで挟むと、この形の不等式が得られますと。で、これを無理やり先ほどの、だからまあ、これはどちらかというと、先に、まあ、この式があって、こっちから出てきてるっていうことになるんですよね。x マイナス ex の絶対値が ex に等しい。という式と、これまあ等しいわけです。なんでかっていうと、この絶対値を外すと、まあ、正で外れる場合と、負で外れる場合があって、正で外れると、こちら側が出てくると。負で外れると、こちら側が出てくると。まあ、こんな形になっていると。ということですね。で、これに対して、チブシェフの不等式を使おうと思うんだけども、まだもう一つ段階が足りなくって、ここの部分今不等式になってるので、これを不等式にします。で、不等式にすると、こうなると。ですね。で、そうすると、これチブシェフの不等式が使えるような形になってきた。これ先ほどの t がここですね。なので、t がここ、ちょっと、先ほどの、チブシェフの不等式書くと、x マイナス ex の絶対値が t 以上である確率が t の2乗分の e の x の2乗マイナス ex の2乗と。
こうですね。これが先ほどのチビチの等式ですね。で、この t の部分が ex になってる。ことですね。まあ、本来この ex じゃなくて、この t っていうのは0よりも大きくなくちゃいけないわけですけども、まあ、それはこの場合成り立ってます。成り立ってます？成り立ってます？ちょっと今なんか、本当かな？今ちょっとなんか危険な気がしたな。危険な気がしたんですけども、これなんか危険な気がしますね。これ x が0だったら ex これ0ですもんね。ちょっと今なんかこれ危険な気がするんですけども、ちょっとそれは置いといて、まあ、この変形をします。この変形をします。まあ、この不等式になったら、ここは不等式になるってことは、これは正しいですね。で、問題は、これを扱、えっと、適用するときに t が0よりも大きくないといけない。だから、これ ex が0だと、これ、分子に来ては、分母に来てはちょっといけないんだけども、ちょっとそれは今ちょっと目をつぶってこの式書くことにします。ちょっとこれちゃんとやらないといけないですね、本当はね。こうするとですね、この、分母の ex の2乗と、この分子の ex の2乗、これは同じですから、こうマイナス1になりますということですね。という形になります。で、そうすると何かっていうと、この ex の2乗と e の x の2乗っていうのが分かると、この g が孤立点を含まない確率を上から押さえることができるようになるということになります。だからこの2つが知りたいということになります。で、ex はもうすでに知ってます。そこですね。EX っていうのは n×1-p の n-4 乗でした。これ先ほど p が大きい時にやりました。ですね。で、今からこの分子のこれですね。x の2乗の期待値、これを計算しましょうということになります。で、まあ、ここにこれ式が書いてありますけども、重要な注意をしますね。もうこれ当たり前なんですけども、注意は何かっていうと、e の x の2乗と ex の2乗っていうのは、これは異なります。一般的に。ですか？まあ、そもそも異ならなかったら、この分子これゼロなので 意味がないわけですけども 意味がないというか、大変なわけですけども。でもこれは、よくやってしまう間違いです。ですね。e の x の2乗、x の2乗っていう確率変数の期待値と、x という確率変数の期待値の2乗ってのはこれ違いますから、で、この x の2乗の期待値の方が、計算が非常に大変なわけです。で、これは真面目にやる必要があります。で、今から真面目にやります。真面目にやります。で、重要なのは何かっていうと、これは一応真面目にやれば計算ができるってことです。で、これ計算しておきます。で、x 何だったかってことをもう一度思い出すと、x っていうのは、xv の和でした。xv っていうのは v が孤立点であるかどうかを表す表示確率変数でした。で、これを使って x の2乗を表そうとすると、これは、この和の二乗になります。で、これを展開する必要があって、ちょっとこれは大変なんだけども、申し上げます。真面目にやればできます。ので、これやりましょう。ということになってきます。で、それをじゃあ次のページからやっていきます。はい。じゃあ今言った通り、x の二乗の期待値は、この和の二乗の期待値です。ですね。じゃあこの和、この中身、これ展開しましょう。で、こんな形になります。ですね。わかりますかね わかりますかねだからこれは今、ちゃんとやりましょうかね。例えば、じゃあ V っていうのが、1、2、3っていう、これ3つだけあったとすると、V、XV の和っていうのは、これは X1 プラス、X2 プラス、X3 なわけです。いいですね。ってことは、XV の2乗、和の2乗っていうのは、X1 プラス、X2 プラス、X3 かける X1 プラス X2 プラス X3 なので、これはまあ真面目に書くと、X1 の2乗プラス X1、X2 プラス X1、X3 プラス X2、X1 プラス X2 の2乗プラス X2、X3 プラス X3、X1 プラス X3、X2 プラス X3 の2乗。こんな形なわけですね。ですか？だからこれは、この二つを取ってきて、この素因数あり得るものを全部、順番に考えているということになるわけです。いいですか？という形になります。で、そうすると、この中身っていうのは、この何かの二乗って形のものと、そうじゃないもの、まあ、いわゆるそのクロスターブとかって言われます。には分かれるってことが分かります。で、そうすると、これちょっと真面目に書くと、どうなるかっていうと、その、XV の2乗って形をしているもの。
あ、これですね。こういうところ、こういうところ。そうじゃない部分。ちょっとそうじゃない部分分けるんで。そうじゃない部分っていうのはこういう部分ですけども、これは、だから違うものをかけてると。だから、U は、U、すいません。ちょっとこれ、ちゃんと書こうかな。ちゃんと書こうかな。U というのは、超電子光が取ってくるんだけども、もう一つの頂点 V は U 以外から取ってきて、XU、XV の、和を取ってると。こういう感じですね。こういう感じですね。これがいい形になると。わかりますかね？いいですかね？で、それ多分、これ書いてある。これ同じことですね。これです。それは、こっちとこうしなかったので、こっちに書きました。ということですね。で、そうすると、またこれ、期待値の線形性から、これを、そうですね、その前に。今、これ、XV の2乗ってあるんですけども、XV はそもそも0か1でした。なので、XV の2乗ってのは実は XV と等しいです。やりましたね。もうこれすごく嬉しいですね。これすごく嬉しい。嬉しい。ありがとうございます。もうこれだから、もうこれ、表示確率変数ありがとうございます。という感じです。で、XV になります。XV の2乗は。で、今、後ろそのままですね。で、次。で、そうすると、今これ、期待値の線形性。これもありがたいですね。本当にもうずっともう使い続けてますけども、期待値の線形性から、この、は、まあ、二つに分かれますと。前の部分と後ろの部分。ですね。で、そうすると、この前の部分の、この、期待値の中身、この確率変数。これもこれ、ラージ X のものになってるわけです。いいですか？で、この後ろ側、これ、後ろ側でもう一回この期待値の線形性使ってます。期待値の線形性を使ってます。ってことで、こういう形になりますね。で、ですね。この前のこの EX、X の形、これはもう我々知ってるんです。N かける1マイナス P の N マイナス2乗。これ知ってるんです。知ってるんです。だから、あと、この後ろの、この EXU、XV って、これですね。XU と XV の積の期待値。これが分かれば、まあ、この後ろの部分も分かりますね、ってことになって嬉しいわけです。だから、この XU、XV の期待値を知りましょう、ということになります。で、それが次の、ページになります。で、今、XU と XV、この U と V はこれ異なる頂点ですね。ちょっと前で見ますと、これ、V っていうのは U 以外の頂点と言いますから、この XU、XV の期待値を考えるときの U と V は異なる頂点です。で、異なる頂点に対して XU、XV の期待値考えるんですけども、これは何なのかというと、今、XU と XV っていうのは共に、0か1の値を取る変数でしたから、確率変数でしたから、XU、XV っていう積も1か0って私は取らないわけです。で、いつ1を取るかっていうと、これは XU が1であり、かつ XV が1であって、こういう時だけですね。あ、すいません。その前に。XU、XV は1か0の私は取りません。ってことなので、何かっていうと、XU、XV の期待値っていうのは何かっていうと、1かける XU、XV の確率が1となる確率、足す0かける XU、XV が1、0となる確率です。ですね。で、後ろの方はこれ消えるわけです。0だから。で、前だけ残ってこれになります。ですね。ですか？それで、XU、XV が1なのはいつかっていうと、XU と XV が0と1の足しは取れませんから、これは XU が1であり、かつ XV が1であるということになります。ですか？で、XU が1っていうのは何だかっていうと、これは U が孤立点であるということを表していました。XV が1っていうのは、これは V が孤立点であるということを表していました。つまり、XU イコール1かつ XV イコール1という事象は、U と V が共に孤立点であるという事象になります。じゃあ、どの確率はいくつでしょうということを真面目に考えます。で、ここはちょっと真面目に考える必要があって図を書きます。今ですね、U と V っていう、こう、頂点があるわけです。ですか？で、他に頂点がいくつありますかって言われると、他に頂点はですね、N-2 個あるわけです。ですか？で、そうすると、U と V が孤立点であるためには何が起きないといけないかっていうと、U から U が作るこのペア、
N-1 個。V も含んで。これら全部辺があってはならない。で、それが V から見ても同じ。ここら辺ですね。ここら辺全部辺があってはならない。いいですか？じゃあ、ここ今書いた点線のところに、どこにも辺がないっていうことが、この U と V が共に孤立点であるという事象が起きることと、まあ、等価なわけです。そうすると今、点線いくつ書いたかっていうと、これはですね、ここに、下に N-2 個あって、そこのところにはこう2つずつ点線が入っているので、そこの部分だけ見ると、2×N-2 個あるわけです。で、それにプラスして U と V の間を結ぶ点線があるの、これプラス1ですね。ってことは、この今、点線の数っていうのは 2N-3 になります。だからこの点線すべてのところに辺があってはならない。ので、辺がない確率は 1-p で、それが 2L-3 個ありますから、2L-3 乗が出てくるという形になって、1-p の 2L-3 乗というのが、U と V が共に孤立点である確率、つまり、XUXV の期待値になるということになります。いいですか？で、これが、またこれ U と V に依存しないというのが重要です。ということなので、先ほどの和ですね。XUXV の期待値の和は何かっていうと、この中身は 1-p かける、p の 2n-3 乗なんですけども、この u の選び方が n 通りあって、v の選び方は u 以外だから n-1 個だと。という形で、この和は分かりましたということになります。よろしいですか？で、先ほど、計算しようと思っていた、X の2乗の期待値っていうのは、これプラス X の期待値でしたから、そして X の期待値、2乗の期待値は、X の期待値プラスこれ。ですから、X の期待値 N かける 1-P の N-1 乗と今計算したこれの和として、X 2乗の期待値が計算できましたということになります。長い道のりでしたね、と なりますけども、まあ、こうなります。いいですか？そうすると、ようやくですね、これでチェビシフの不等式が使えるということになります。何だったかというと、これですね。じゃあ今、ここまで、今、この部分ですね。これが先ほどまでの、結論です。チェビシフの不等式を使うと、G が孤立点を含まない確率っていうのは、EX の2乗分の X の2乗の期待値、マイナス1以下。だってことが言えるということが分かりました。で、右辺じゃなくて、分母、こっち、分子、こっちっていうことが今計算して分かりました。で、あとは、これ頑張って、試験形していって、ここの部分かな？ここの部分が1に収束するってことを言います。で、今、じゃあ P が小さい場合なんで、イプシロンは2分の1にして、2分の1かける N-1分のログ N 以下の時を考えましょうと。もともとやりたかったのは、本当にやりたいのは1マイナスイプシロンかける n マイナス1分のログ n 以下、p がですね、の時なんだけども、ちょっといきなりこれやると難しいんで、イプシロンが2分の1の時やります。で、この部分、ちょっと、変形していきます。で、そうすると、まあ、これ2つの部分に分かれてますんで、なんていうかな、分けますとこうなると。で、前の部分は、これ共通ですから、n かける1マイナス p の n マイナス1乗分の1ってのが出てきます。で、右の方、これちょっともう、どうしようもないんで、とりあえず、下の方は一応2乗展開とか配って、こう書き直してます。ですかね。で、どうしましょうかね、って感じですね。ここら辺1マイナス p これたくさんあるんで、ここ整理しましょうかね。そうすると、あ、整理してなかったですね。すみません。整理する前に。する前に、この n マイナス1っていうのは、まあ、n で置き換えるとこういう不等式になります。で、ここで、整理しましょう。で、n 2乗はこれ消えると。で、1マイナス p これ共通ですから、残るのは1マイナス p 分の1になります。やりましたねって感じですね。で、ここでこれかな？ここでこれ使うかな？これ使って p を置き換えましょうと。で、そうすると、p は小さいんだけど、これに置き換えると p は大き、小さ、えっと、p は、えっと、ん？ p をこれで書くと大きくなるんだけど、マイナスついてますから、小さくなると。あ、その前に先ほどの、すいません、使える不等式、有用な不等式、先生使ってましたね。すいません。そうすると、何かっていうと、有用な不等式、もう一回書きますね。有用な不等式書くと。
有料の不等式は1プラス x が e の x 乗以下ということですね。ってことなので、1マイナス p 分の1、1マイナス p のマイナス1乗っていうのは、e のマイナス p 乗のマイナス1乗ですね。ってことは、これは e の p 乗になるということが、ここで起きます。ってことで、こういうふうに置き換えるということになりますね。で、同じような置き換えを、この1マイナス p の n マイナス1乗でも置き、やってます。で、こうなるということですね。で、この p に対して、この置き換えしましょうと。で、そうすると、この向きの不等号を得られます。あ、まだやってないですね。今、得られた不等式です。で、この p に対して、その p を2分の1かける n マイナス1分のログ n で置き換えます。そうすると、この向きの不等号が得られるとなりますね。で、これ整理すると。で、これに n マイナス1、これやっぱりこれ消えますね。ということですね。消えますね。で、消すと、ここは先ほどと同じような感じで、e の2分の1かけるログ n が残るんで、これは n の2分の1乗ですと。ですね。これ、ここですね。後ろの方が何も起きない。起きない。このまんまと。で、そうするとこれ n 分の1かける n の2分の1乗なんで、これは全体で n の2分の1乗分の1になります。こうですね。で、こうなります。で、それで、これで n を無限大に持ってきましょうと。n を無限大に持ってきましょうと。すいませんね。n の限界に持ってきましょうと。で、そうすると何が起きるか、ここは0に行きますね。で、この中身は n を、0に持っていくと、これどうなるかと言われると、ログ n っていうのは n をこっちに持ってきて、ログ n、こう書くと、なんかこういうような格好になってますから、n を無限大に持っていくと、ログ n のところ無限大に行くわけですね。あ、そういうふうに言っちゃいけないかな。で、n 分の1、n マイナス1分、n マイナス1、この部分ですね。これも n を大きくしていくと無限大に行くわけです。ただこれ、だから無限大分の無限大になっていて、いわゆるこれ不定形ってやつなんですよね。で、困っちゃうんだけども、実は、n が無限大に行くスピードっていうのは、n とログ n 比べると n の方が圧倒的に速いので、圧倒的に速いので、ここは、n を無限大に持っていくと、これは、だから0に行きます。0に行きます。ってことは、これは e の0乗に、近づいてくるので、これ全体としてはこれ1に近づくということになるわけです。いいですか？そうすると、これ全体としては、0プラス1マイナス1に近づくので、これ全体としてこれ0に近づきます。いいですか？そうですね。ということで、この g がコリスティンを含まない確率っていうのは0に近づきます。ですか。つまり、G が孤立点を含む確率は1に近づきます。ですか。これ、保持象、余事象ですからね。含まないが0に近づくから、含むという余事象の方は1に近づくということになります。いいですか。で、今ですね、ここのところ、これは1マイナスイプシロンのイプシロンを2分の1にしたので、ここ2分の1なんですけども、そうじゃなかった。で、ここも2分の1なんですけども、そうじゃなかったら、ここは変わってくるということになります。で、実際、計算してみると、1マイナスイプシロンとすると、ここら辺がこう変わってくると。で、まあ、同じ計算すると、ここがですね、n イプシロン乗分の1。で、ここが1マイナスイプシロンかける n マイナス1分のログ n となります。で、そうすると、ここの、n マイナス1分のログ n っていうのは、これ0に近づくっていうのは、これ変わりません。で、n イプシロン乗分の1、これが0に近づく。これも変わりません。ということで、結論は同じになるということになりますね。よろしいでしょうか。ということで、先ほどのその図ですね。図、これですね。この図の、ここの部分が分かったと。キーが小さい場合には、ここですね。ポリシティンを含む確率が1に近づいてくるということが分かったということになります。よろしいですか？で、もう一度これ、まとめですね。こういうような、その、異奇現象っていうのは確かに、数学的に得られるんだってことが分かりました。やりましたのですね。まあ、すごく、これを導くのに苦労したんですけども、割とここで行った、論法っていうのは典型的な論法で、まあ、だから、この、
どういうふうな論法だったかってことは別にまあ忘れてもいいんですけども、こういうその解析が必要になったときに、こういうその二つに分けて、で、まあ、一方の方では、まあ、チェプシェフの不等式を使ったりするとか、もう一方の方ではマルコフの不等式だけを使ってるんですけども、まあ、そういうようなですね、解析の、手法っていうのは非常に、顕著に現れるというか、特色として出てくるってことがありますので、まあ、他のいろんな現象とかいろんな問題に、当たったときに、こういうような解析方法があるんだということを、ちょっと、頭の方私の、の、の、どこかに入れておいてもらうと役立つかもしれないということになります。はい。それでは、今日のまとめをすると、もう一度、今日はですね、そのランダムグラフ、特にエルレシュとレリのランダムグラフという確率分布を定義して、その性質を調べるということをやりました。で、特にですね、その、表示確率変数が前回もやったんですけど、非常に有用ですね。もう嬉しくて嬉しくてたまらない ことなんですけども、それが、このランダムグラフのですね、文脈でも、うまく使えるってことが重要だと思うので、ぜひそういうことが使えるようになってください。で、二つ目の話としては、域値現象、相転移というのがランダムグラフにありまして、そういうものがですね、ちゃんと数学的に解析できるってことが非常に重要。まあ、もちろん、今回は初めてやってますから、こういうの難しいなっていうふうに感じるかとは思うんですけども、まあ、ぜひですね、演習問題でもちょっと違う現象ですけども、違う現象でも実は域値現象があるんだってことをですね、調べるような問題がありますので、ぜひチャレンジしてみてください。まあ、ちょっと難しいかもしれませんけども、まあ、これはやっぱりその確率に関していろいろと考えるってことは難しいところもあるかもしれませんけども、面白い部分もあるので、ぜひですね、その楽しみながらやってもらえるといいかなというふうに思うので、ぜひやってみてください。はい、それでは今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。